秋ナス。この頃夫の秀吉は少し寝坊癖がついたらしい。朝な朝なネネが夫の顔を見るのはいつも日が高くなってからである。老婆も時折、近頃あの子はどうぞしているのではないかなどと心配そうにネネへ尋ねた。ネネもその度返事に困った。寝坊の原因は毎晩のように酒を過ごすからである。奥で家庭的に飲む時は小さな杯で四五杯も飲むとすぐ真っ赤になって、飯を急ぐ夫も家臣の猛者を集めてにぎわい立つと夜の更けるのも忘れて飲む。その挙句はうたた寝してしまったり、小姓部屋の中で小姓たちと共に寝てしまったり、またある夜のごときは何かのことで彼女がふと大廊下を伝わってくると、松の丸の方へ通う橋廊下の上を一人の男がのそのそと渡りかけてゆく。どうも夫の影に似ているので彼女が作り声を出して、これこれそこを渡るは何者じゃと呼びかけると、これはと驚いて振り向いた夫は狛犬を舞うような格好をして狼狽を隠しながら、ここは小橋か大橋か道に迷うたものでござるとよろめいてきて妻の背中につかまった。ああようたねね、法廷行ってくれ、歩けん歩けん。横着な夫の照れ隠しにねねは思わず吹き出したが、わざと意地悪く、はいはい大手死んでますが、してまたあなた様のお行き先はどちらですかと聞いた。すると秀吉も背中でくつくつ笑い出して、祖母寺様まで、祖母寺様のお宿まで、と子供みたいに足を浮かせた。後ろには大勢の腰元たちが手職を持ってこの夫婦の様を見ているのである。ねねは重たげに背をめぐらして、のう、皆たち、このような酒むさい旅人を拾い帰って、どこへ置いたものであろうぞ、とその群れへも戯れた。侍女たちはおかしさに、もうお腹を抱えたり、涙をこぼしたりして、いつまでも笑いが止まらなかった。そして、長浜祭りの出しのように、この拾い物を囲んで、その夜ばかりは、ねねの部屋で遊びふかした。まれにはそんなこともあるが、多くは朝、難しい夫の顔を見るのが、妻の役目のようであった。男の腹の底には、一体何が潜んでいるやら、連れ添ってからもう十六七年にはなる。ねねも三十を超え、夫は今年四十二。彼女も今では、朝の夫の苦い顔つきにも、単なる不機嫌とばかりには、受け取れない、休んじきれない年頃のいわゆる世話女房となっていた。その不機嫌にも恐れるとともに、もっと痛切に妻として願うことは、どうかして夫の悩みを少しでも分け持って、その苦悩をいささかなりと慰めてあげたいということだった。けれど男性の表現は妻から見ると全くつかみどころがなかった。いかなる不満がそのうちにあるのやら、どんな苦悩が腹の底に横たわっているのやら、言葉や表現で説明はしてくれないのである。こんな時にそうした夫の力とも相談相手ともなれないことも、妻にとっては男の悩みに勝る悩みでもあった。時には大変上機嫌なこともあるが、時には腫れ物に触るような気遣いをさせられる日もある。そういう点は秀吉も世間の夫と少しも変わりがない。ご無理なと、ねねも世間並みの妻のように、あまりな夫のわがままや薄情らしい仕打ちについ、恨みがましい涙を見せたりすると、女の涙には至って弱い秀吉なので、こういう無理もわがままも祖母寺なればこそするのではないか、祖母寺にはどうしてもいいと自分で許しているからこそ、渋い顔をしたいときは渋い顔をする、怒りたいときも怒り顔を包まず見せる、それが嫌ならもっとよそよそしくいたそうか
などとうまく諭してしまう。そう言われるとねねも、女は他愛ないものと思いながらも、ずけずけと怒ってみせるのも妻なればこそ、無理を言うのも自分を妻と思っていればこそ、とかえって夫のそうした仕方を喜びとしてハラハラしたりするのであった。けれど今度の不機嫌は少し長い。北陸人から帰って以来である。柴田勝家とはよほど何か感情的に衝突をしてきたらしい。そのため主君の信長の怒りを買い、歓喜を被っているとのことに、彼女も老婆も薄々胸を痛め抜いてはいるが、女の力ではせんすべもなし。また秀吉に聞いてみたところで、心配せんでもよい、と言うだけに決まっている。で、秀吉が無二のものとしている竹中半兵衛に陰へ回ってそっと事情を正してみたこともあるが、その半兵衛までが、何の司祭もございません。決してお気遣い遊ばしますな、とのみで、内容のことも安土の主君の守備についても少しも語ってくれないのである。こういう時、秀吉の母という人はねねにとってまたなき良いお姑であった。夫に代わって自分が一切の世話をして貸し付く人であるが、かえって彼女が老婆の懐に抱かれて安らぐような日が多いのである。今朝も老婆は朝早く、ねねよ、まだ殿のお目覚めには間があろう。その間に畑のナス火でももいでおこうかな。ナスもはや秋なりの終わりごろである。籠を持ってきやい。と誘って、まだ梅雨の深い北車の菜園へ出て行くのだった。清須に住んでも、須の俣にいる頃でも、老婆は桑を離さなかった。ここへ来ても同じである。桑を持って菜園に出ている時が、この老婆にとって一番幸福な時のようにさえ見られた。庭園も広いし、空き地も多いが、もとより老婆とねねと二三の次女のすることなので、その高地はいくらの面積でもないが、でも時折、これは母上様のお作りになったお祭でござりまする、とねねが手ずから一碗の汁に入れて、夫の食前に供する青みともなり、時には田楽にしたナスの新鮮さを秀吉から褒めてもらえる嬉しさにはなるのであった。老婆はそれをもって秀吉を教訓しようなどとは夢考えてしているのではないが、秀吉は時折にそうした母の丹精を食前に見せられるともったいないと感じるらしく、また中村の貧農時代を必然思い出すらしく、一箸の汁の際、一辺の田楽焼きのナスにも、心を改めて賞味するのが常であった。ねねよ、今年はいつまで残暑の続くせいか、まだナスの花が月もやらでたくさんに咲くことよ。これではまだまだ小さいのが、幾朝も取れそうじゃの。老婆はナスをもぎ始める。ねねは一つの籠を満たして、また別な籠を持った。何もかも忘れ果てて。すると後ろから、やあ、母上、ねねもここか。とこの頃には珍しく早起きした夫が声をかけてきた。存じませんでした。お許しくださいませ。お目覚めとも気づかずに。ねねがわびると、いや何、にわかに羽を着たので、小姓どもすら慌てておる。と秀吉はこれも近来になく晴れ晴れとした顔で、物見の者が申すには、安土の方からお使い番の小畑を立てた茅舟がまっすぐにこなたへ急いで来るという。今竹中半兵衛がそう告げてきたゆえ、矢庭に起き出てまず城中の宮代へ詣で、ここ数十日の懈怠をお詫びいたしてきた。すると彼の母は、おお、神様へお詫びをしてきましたか、とこの顔を見守って微笑んだ。秀吉は大真面目に、されば、そしてその次には母上にお詫びをし、老婆殿にも少しばかり謝ろうかと存じまして。わざわざこれまで起こしたな。はい、という
秀吉の気持ちをお汲み下されたら、もう形をとってお詫びするには及びますまい。この子のずるさよ、と老婆は無性に笑い出して、わしはよいが、ねねには真似事ほどでもすまなんだと言うてやってはどうかの。めっそうもない、とねねは慌てて、どうしましょう、そんなことをしていただいたら、と本気になって拒んだ。元より家庭的な戯れに過ぎない。けれど老婆は、どうして秀吉が急にそんなことを言い出して、いつにない快活な顔をここへ見せに来たか、多分に疑っていたが、間もなくその理由はすぐ解けた。小姓頭の堀尾茂助が来て、ただいま、ご城門へ安土からのお使いとして、前田又左衛門様、野々村三十郎様、お二方お渡りでございまする。ご城主とのこと、すぐ彦右衛門殿ご案内に出られて、客殿までお障子申し上げておりまするが、と遠くにひざまずいて、那須畑の主君に告げた。そうか、しかるべくおもてなし申しておけ。秀吉はそう言って取り次ぎを返すと、母と共に那須をもぎ始めた。なかなかよく実っておりますな。うねの声も母上がお手ずからおやりになりましたか。そのようなこといずれでもよい。信長様からのお使いとあるに、はよお目にかからねば悪かろう。いえ、およそお使者の旨は分かっておりますから、慌てるには及びません。少しなす思いで、朝露の艶やかなる色を信長公のお目にかけようかと存じまして。このようなものを、なんでお使者の見上げつとに。いえいえ、今朝ほどは自分が持参いたすので。そなたが。歓喜を受けて謹慎中にあるものがと、老婆はなお今朝の秀吉を疑い、むしろ思い過ごして不安をすら覚えた。するとやがてまた、殿、お越しを、と竹中半兵衛が彼を促しに来た。秀吉はようやく那須畑を立って、では、母上にもどうぞ毎日を今朝のごとくお健やかにお暮らしくださいますように。ねねもまたしばらくの留守を頼むぞ、頼むぞ。庭へ移って家計の手で手を洗い、本丸の一室へ入ったと思うと、たちまち衣服を改め、お嬢二三名を後ろに書院の方へかっ歩してゆく彼の小柄な姿が、大廊下いっぱいに差している秋の朝日を横切っていた。主君の使者、言うまでもなく上司である。衣服を改め礼を正し、慎んで胸を受けたこと当然であろう。吉時か凶か、それは菜園に残された老母とねねだけの杞憂に過ぎない。あらかじめ上司の内容は前の世にでも秀吉へはそっともたらされていたらしいのである。なぜならば正史として来た前田又左衛門利家とは、昔から奮啓の友ではあるし、ここ月夜にわたる主君の歓喜に対しても、秀吉のために彼が最も取りなしていたと言われるし、心配し抜いていたことも事実である。では、とこと終わって使者秀吉、肩を並べて客書院から今出てきた。主君の代理といういかめしさを取り除くと、又左衛門は日頃の友に帰って。よいのか、筑前。何が、お支度は。このままで苦しゅうないが、まあ待て、茶なと一つ別室で。と、いざなって共に座し、彦右衛門、彦右衛門、と呼ぶ。八須賀彦右衛門がそれへ来て用向きを伺うと、にわかに安土へ参る。又左衛門に伴われてじゃ、留守を頼むぞ。お心安、そちさえおれば安心しておる。都合によってはちと名号なるやもしれぬ。頼むぞ。かしこまりました。それからわしが出た後でよろしい。母上とねねにもそのよしを伝え、また秀吉の命じられておった謹慎も今日限り許すとの信長公の本命であるとお話申し上げておいてくれい。おめでとう存じまする。いや、まだめでたいかめでたくないか本当にはわからぬ。
わしは争わぬ主義の男だ。少なくも定石の幕僚などとは。けれど争うがよしと固く信じるほどな理由があればこそ勝家と争った。もしそれを汲みたまわず、ご主君がただ曖昧に柴田へ謝罪せよなどと押しつけあるにおいては、あるいはもう一度騎乗いたして謹慎を続けるやも計りがたい。茶道衆が茶草に茶碗を乗せて客に勧める。秀吉の前にもやがて運ばれる。また左衛門は相変わらずのがぶ飲みだったが、秀吉の手に乗った茶碗はだいぶ秀吉とよく馴染んでいる。礼をして飲む。また置く。少し作法が身についている。いつの間にか習っておるな。信長公のお相手ぐらいはもうできる。また左衛門は眺めて苦笑する。秀吉はすぐ、半兵衛をこれへ、と下がってゆく彦右衛門へついでに命じた。竹中半兵衛の顔を見ると、異彩は、やせん申し置いた通りである。合図次第、良きように、と何か言外に言い含めた。静かに半兵衛は辞儀したまま、所持、お気遣いなく、と答えた。すべての用は終わった顔して、それでは参ろうか。と前田、野々村の二人を促して、一緒に城門を出た。ひどく身軽である。ついそこらまで歩きに行くのかと思われるほどだった。そうそう、忘れた。安土へのお土産を。と秀吉は急に足を止めて、見送りについてきた家臣に、なすびの籠を取りにやった。やがて、駆け戻ってきた菓子の渡した籠のナスには吹きの葉がかぶせてあった。そうしてその下の紫にはまだいっぱいに露があった。それを携えて秀吉は湖岸から使者の早船に乗った。新興城下町の安土はまだ一年ともならないのに、区画整然とその三分の一はできて、もう繁盛を極めていた。ここに泊まる旅客は皆、安土芸妃だな、とその勃興ぶりに目を見張った。王冠の商人や旅客は、嫌でも安土で一泊したくなるように、あらゆる運輸の便宜と経済の利と、旅情を慰める威楽の儲けをここだけに許してある。湖岸には、荷船や渡し船の便に施設して、さながら小さい港場の警護呈していた。前田又左衛門らと秀吉とはそこから上がって町奉行の福富平左衛門の小屋で少し休み、まだ明るいうちに途上した。銀の砂を敷き詰めた大手の坂道も、巨石を組んだ石段も、塗りの多門も、金鋲の金具もすべてがまばゆいほど新しい。まばゆいといえば、五層閣の天守は古城から見ても街道から仰いでも、また城中へ来てすぐその下に佇んでみても、壮麗豪壮を言語に絶していた。無条件に目を奪い、人を征服させる姿をそれは毅然と備えているのである。筑前来たか。信長の声は金碧や丹精の輝くうちに、ただ一つある墨絵の一室、加納永徳が描くところという円字万象図の襖をめぐらした部屋の上段から大きく聞こえた。はい、秀吉、お使いを賜りましてこれまで参りました。彼はまだずっと遠くにいた。次の間に手を使えて、又左衛門だけが訓前に進んで、お言葉を伝えて召し連れました、報告した。信長の声は大変響きがいい、上機嫌な証拠である。久しぶりに秀吉の姿を見、やはり嬉しいのであった。筑前、聞いたであろう。摂関は許しおく。入れ、ずっと進むがよい。ありがとう存じます。秀吉はなすびの籠を持って次の間からにじり入った。信長は怪しんで、なんじゃその品は、恐れながら、と秀吉は慎んで彼の前にナスを献じていった。
私の老母と妻とが城内の菜園で作ったナスにござります。ナスか、ほういいな、土産物とお笑いでございましょうが、早船で持ち参れば梅雨の日沼にお目にかけられようかと、わざと畑からもいて持参いたしました。筑前、そちが世へ見せようとするのはナスではあるまい、日沼の梅雨でもあるまい。そも何を信長に味わえというのか。ご推量くださいまし。不肖秀吉は多少の功はありとはいえ、一筆符よりお取り立てを賜って長浜の地に22万石をいただく身となっております。しかも自分の老母は今もって老いの手に桑を持ち、際に水を注ぎ、ウリやナスに声をやることを怠りません。不肖の子が密かにその心を汲むにこうであろうと思うのです。筆符の出世ほど危ういものはないぞ。人のそねみあげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。なんちは中村の昔を忘るるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。それを無言に教えての技と常々不死拝んでおる次第でございます。そうした母を持ち、母の教えをごふとする子が、なんで主君のお二目を人中で策しましょうや。たとえ上昇に対し異議論争を言い立てましょうとも、胸に二心はありません。すると信長のそばで、いや、良いお土産かな、そのナス、後でぜひご馳走に会いなろう、と膝を打って言った客がある。そこに一人の客がいたかと、それによって初めて気づいたくらい、至って風采の上がらない小男である。年頃は33歳、口の大きいのは意志の強さを示している。尾骨は高く、花柱は太い。野生というか早期というか、何しろ盛んな生命をうちに増していることは、赤黒い皮膚の光沢や目の光でもわかる。秀吉の母が手作りのナス、官兵衛にも御意に召したか。信長もめでとう思う。料理させて五穀の一献に備えよう。信長はそう言ってから改めて客を秀吉に紹介した。これにおるは播州の小寺政元が家来、黒田元隆が子にあたる官兵衛義隆である。そちはまだ初めてであろう、ご挨拶せい。秀吉はそう聞くと思わず目を見張った。名は絶えず聞いているのである。またその書簡などもしばしば見ている人である。ほう、あなたが黒田官兵衛殿でしたか。さりとは、そこもとが常に聞き及ぶ筑前殿か。いつも書簡の上では。いや、そのせいか初めての御見とも覚え申さん。いや、それがしもそんな気がする。だが眉間の友と初対面の場で勲功へのご歓喜のお詫びなど、面目ないところをお目にかけたな。お笑いあれ、筑前とは白のごとくよく主君から叱られてばかりおる男でござる、と言って何事も一掃してしまうような声で、秀吉はと交渉した。信長も心から笑った。さしておかしくないことでも秀吉に対しては腹の底から笑えるのだった。到来のナス日は早速調理され、やがて別の部屋で黒田官兵衛をも加えて主演となった。官兵衛は秀吉よりも9つも年下だが、時流を観察し天下を掌中に語る胆識は秀吉に劣らないものがあった。彼は播州の一勢力家の家風にある一悲観の子に過ぎないが、姫路の小城一つを汚して早くから大志を抱き、しかも時世の奇数を見抜いて、中国にありながらただ一人早くも信長に向かって中国制覇の休養を密かに検索してきた人物だった。中国には元より毛利という大勢力がある。
毛利をめぐる衛政としては、播州に赤松、別所があり、南部中国には宇喜多、北部の旗の一族などあって、その勢力圏は、安芸、周防、長門、備後、備中、美作、出雲、伯耆、隠岐、因幡、但馬など約12カ国にまたがっている。その中に住みながら、その周囲の時代主義にとらわれず、大局から見て天下はこう行く、と早くから達見を持って一人信長に働きかけてきた黒田官兵衛というものは、けだしそれだけでも凡物ではない。よほど傑出していた愚眼者と言っていい。英雄、英雄を知るというか、一恵の座談は秀吉と官兵衛とを百年の知己のように深く結んだ。また信長はその席で、定めし、そちの皮肉もだいぶ超えたであろう。即刻信義山におる信忠の加勢に行け。今度は陣中で喧嘩などすな、と言った。ありがとう存じます。秀吉は誘約して下がった。信義山城の松永久秀は、先頃から反旗を翻し、信長の嫡子信忠、佐久間、明智、丹羽、筒井、細川などの諸軍は、ことごとく北陸から転じて、一斉に彼を攻めつつあるところだった。今は歓喜も許された。いや、単に怒りを解いたのみでなく、信長の心をより以上信じさせたのだ。さりとて、秀吉の今日の言葉は、一辺のおもねりや基地では決してない。彼はあくまで、あとは、生限り働いて、事実にそれを知らせるのみ、と、一人、胸に誓っていた。病軍師、大きな松の根型である。月見のむしろには、格好な場所だ。お敷には、星魚、鶴首の一個には霊酒。あれこれの税はなくても、陣中の召喚を楽しむには十分である。まして、高校一輪の月は頭上にある。秀吉を中に、竹中半兵衛、黒田官兵衛、そう三人は、むしろの上に定座していた。開かず月を見上げて、秀吉は、尾張中村の芋畑を改装していた。半兵衛は、初めて世の不思議を感じた、菩提山の月を思い出していた。また官兵衛は反対に、この月もたちまち、層雲に包まれれば、炭のようにもなる。明日を一人考えていた。月は一つだが、見る者の心心に見られていた。半兵衛殿、お寒いのではないかな。ふと黒田官兵衛がそう言っていたわったので、秀吉も急に案じられたものか、半兵衛の表へ目を移した。いや、さほどでも。静かにそう笑って半兵衛は顔を横に振ってみせたが、その一瞬気のせいか、彼の表は月より白く見えた。妻子多病か。秀吉は断じた。浮いた男性ではない。彼の多病を嘆くこと、秀吉は半兵衛自身よりもはるかに大きかった。長浜では馬上で血を吐いた例がある。北陸の生徒でもよく病んでいた。中国駅の二度目の出立の折には無理であろう。と止めたが、何の?と半兵衛重治はこともなげに陣中に加わってきた。彼がそばにあることは秀吉として心強い有形無形の力と言える。例えば劉備玄徳が孔明を得て支持したごとく、義は君臣であっても心の内では死と仰いでいるのである。分けても今中国攻略の難行にぶつかって、戦いはようやく長期にわたり、また味方のうちにすら、死死の灰も少なくない。いわゆる人生の堅炉に差し掛かっている彼として、竹中半兵衛を頼むことは、なおさら切実であった。
が、その半兵衛は中国へ来てからすでに二度病に倒れていた。秀吉は憂うるのあまり、京都に領医があるということを口実にして強いて陣中を去らせたが、すぐ立ち返ってきて、それがしの虚弱は生まれながらのもののよしです。さすれば病は平常のことですから、特に療養の意味もありません。武士の陣中生活は平常のことですから、と相変わらず威迫に努めて、少しも産むところがないけれど、病心ということは厳然たる事実である。いかに彼の精神力をもっても、ある程度以上はそれを克服しうるわけもない。田島からここへの間、行軍中に豪雨の日が続いた。その無理が出たのであろう。平井山に陣地を構えてから、風気味と称して秀吉に顔を見せない日が二日あった。病の暑い日は秀吉に顔を見せないのが半兵衛の常であった。心配をかけまいとするのであろう。秀吉にはわかっている。しかしこの数日は昼間笑顔さえ見せていたので、秀吉は久しぶり月下に膝を組んで語ろうとしたのであるが、月の光のせいばかりでなく、やはりまだどこかに優れない色が彼の姿に見えてならない。主君の秀吉も、友の黒田官兵衛も、こうして一つむしろに月を称しながらも、共に自分の病を気遣っていてくれるらしい様子を察して、おお、忘れていた。と、半兵衛重治は、わざと急に思い出したように、話をよそへ紛らして、官兵衛殿、昨日、国元の家臣から参った消息によれば、ご嫡子の小寿丸殿には、いよいよ健やからしく、また慣れぬ周囲の者にも、ようやく懐いて息災でおられるよし、ご安心なさるがよい。と言った。官兵衛はニコとして、いや、重治殿のお国元にある限りは、小寿丸の身には、何の心配もありません。ほとんど考えたこともないくらいです。でも、折には大きゅうなられた和子の姿を見たいと思われることもあろうに。親心、それだけはいくら先人にある身でも、時々思い出しますな。それから二人して、しばしば子供の話が交わされた。まだ実子のない秀吉には、人の子の親と親との話は、ただ羨ましげに聞いているしかなかった。小寿丸、後の黒田長政は、官兵衛義隆の嫡子であるが、つとに官兵衛が将来を察して、官を信長に通じた時から、その子を嫡子として、信長に差し出してあった。信長は嫡子を竹中半兵衛に預けた。半兵衛は、その郷土でもあり領地でもある不破郡の岩手城に送って、我が子のように育てていた。秀吉を中心に、官兵衛と半兵衛とはこういう定義からも結ばれていた。だからその地望の将たる点では、非常に相似ているものを持ち合いながら、この二人が功名や地位を争っていがみ合うようなことは少しもない。領有並び立たずという言葉も、秀吉の威迫では実証されないことだった。月を見、酒を汲み、古今の英雄や功望を語り合っているうち、半兵衛もいつか病苦を忘れているかのようであった。しかし、いつかまた話が結論に戻って、明日に三軍を指揮しても、夕べには死ぬかも知らず、今宵はこうして月を見ていても、明日は知れぬみはお互いのことだが、やはり大志を抱いてそれを成し遂げるためには、いかなる英雄でも長寿をしなければ完成はできない。たとえ短命であろうと、松代に名をとどめた華やかなる英雄も忠臣も世に少なくはないが、なおそれをして同盟させたらという恨みは誰にも尽きぬ気がする。また急を拝し、
悪兵を討ちなど、破壊ばかりが英雄の事業ではない。その後に立てる時代の文化をも完成して、初めて英雄の業はなるというものだ。それこそ巨人の責任ではなかろうか。と官兵衛が言い出したのに対して、秀吉は、そうだ、そうなければ。と幾度もうなずいた挙句、沈黙している半兵衛重春へ向かって、そのためには、明日知れぬ命も愛しんで、平常を身の養生に努め、長生きをせねばなるまい。半兵衛にも、そのつもりでどうか養生してもらいたいものじゃ。と言った。同感です。と官兵衛も口を添えて、ぜひ、無理をなさらずに、この秋は、京都の寺院にでも引きこもり、名医を求めてご養生を願いたい。友人としてもお頼み申すし、また主君に安心をおさせするという意味で、それも一つのご忠義と言えると思う。と、秀吉と共に、切に彼の静養を進めた。話はそのことに落ち着いてしまったのであった。友の情、主君の愛、半兵衛は身に染みて聞いた。心の底からありがたいと思った。お言葉に従い、しばし、京都へ去って身の養生に努めましょう。が、一つその前に計画中の大事がありますから、その成功を見た上のことにしたいと思いまする。秀吉はうなずいた。かねて、半兵衛重春の検索で、選挙区の利面工作に打ち込んだ一計がある。しかし、まだそれは成功を見るまでに至っていなかった。気がかりとは、明石景親のことか。秀吉の言葉に、仰せの通りです。半兵衛もうなずきを返して、さて、改めて言った。療養のおいとまを賜る前に、五六日の離陣をお許しくださるならば、それがし自身、密かに備前八幡山の城へ参って、明石景親に会い、まだ彼とは一面識もない間ですが、大義を悟し、利害を解き、誠心誠意をもって必ず彼をお味方に招き寄せて参りまする。お許し賜りましょうか。もとより、それができれば大きな功だが、万一、術中の発掘は難しいと見なければならぬが、その時は、一死あるのみでございまする。半兵衛は眉も動かさずに答えた。それは心にないものが強がって言うのと違っていかにも涼やかに聞こえた。明石景親は浮竹の悲観で八幡山の城を固め、たとえ三木城は落とし得ても次の大敵たることは言うまでもない。秀吉は今三木城を一つすら落としかねている苦境にはあった。けれど彼は決して目の前の工場だけに勝利したり囚われてはいないのである。ここは戦いの一局部に過ぎない。秀吉が策すところは中国全体の攻略にある。半兵衛の計を入れて密かに八幡山の明石一族へ賞を送ったり、使いを求めたり、あらゆる外交折衝を試みているのもそのために他ならない。参ってくれるか。参りましょう。秀吉は彼の涼やかな決意を見ても、なお幾分のためらいを示していた。今、短期備前へいることは、多くの危険が予想されるからだった。途中の危険は越えられても、もし先の明石景親と会って、交渉が不調に終わるときは、敵が半兵衛を生かして返すや否やもわからないし、また半兵衛自身も生きて虚しく帰ってくるかどうか、秀吉には心もとなく思われる。おそらく半兵衛の真意は、病に倒るるも敵中に倒るるも等しく一死あるのみ、同じ死ぬものならば、と一人期しているのではあるまいか。秀吉には、そう思われてならないのである。すると黒田官兵衛がそばからまた一策を権言した。浮田直家の家中には窮地のものが少なくない。この際、半兵衛殿が
明石家へ働きかけるなら、自分はその主筋にあたる浮田へ向かって全力的に和議を講じてみたいというのであった。ふとその言葉に秀吉は直感的に、これはできそうだ、いやできるという確信を持った。中国へ入港以来、備前の浮田というものを見ていると、その行動にはよほど美音的なところがある。気球の際だから毛利の援助を仰いだが、何も全幅的に毛利と同盟したわけではない。信長に将来があるなら信長によってもよいが、ただ信長に味方しても得るところがなければつまらないのみならず、浮田の破滅だとして日和を見ている風が十分にある。ことに神月城も落ちて、吉川小早川の大軍が本国へ引き上げてから、後の浮田家には濃厚にそれが見て取れた。なるほど、浮田が妥協すればその悲観明石景親も手もなく屈服してこようし、景親が我に下れば浮田もたちまち和を乞うであろう。これは同時に運ぶが妙だ。早速半兵衛も参るように、また官兵衛も手を回して極力浮田直家へ働きかけてくれ。明くる日、竹中半兵衛重春は病のためしばらく歯科を願って京都へ療養に赴くと称し、ほんの労働二三を連れたきりで平井山の陣を去った。また数日たってから黒田官兵衛の姿がここに見えなくなっていた。しかし官兵衛の方はその行く先を極秘にされ、味方にさえなお平井山の陣所にいるように見せていた。秘策を抱いて彼は備前の浮田家へ接客として行ったのであり、病半兵衛もまた八幡山城の明石飛騨守景親を時に赴いたものであること言うまでもない。半兵衛はまず飛騨守の弟の明石勘次郎を訪ねた。勘次郎とは旧交というほどではないが、京都の南禅寺に参禅中二度ばかり会ったことがあるからである。彼は禅などにも心を寄せている侍である。道をもって解けばすぐ悟るであろうし、進んで兄飛騨守景親を解くであろう。それだけが唯一の手がかりに過ぎなかったが、半兵衛の熱意とその病苦を押して敵国へ使いに来た宗師とはついに相手の心を動かさずにはおかなかった。彼に会ってみるまでは明石勘次郎もその兄の飛騨守景親も秀吉の死たり、また世に聞こゆる新参希望の死、どんな策を構えどんな雄弁を振るって我を解かんとするかと待っていたらしいが、会談してみると暗に相違して平凡淡々何の懸念も手札もない人物であることが分かった。この使いにあたって半兵衛が信念して行ったことは、彼の利を考えてやることと決して偽弁を用いないことであった。要するに誠意という至極平凡に似たことをあくまで尽くしたというにとどまるものだった。奇策希望は陛下の間に実に目まぐるしいほどやり取りされていた。その中にあって真っ正直な態度をとり、相手の利を誠実に考えてやることはかえって驚くべき奇策の功を持つものかもしれなかった。いずれにせよ明石一族は浮田家を離れて密かに秀吉へ官を通じることになった。半兵衛重春はその間に立って相互のためよく将来の刑にも預かり、協定取り決めのことまでを済ますと初めて、ではしばしおいとまをいただいてと、今度は本当に病気療養のため軍部を離れて領地へ行った。その際秀吉から、右大臣家の信長様へお目通りを願い、秀吉に代わって明石景親の上皇公を奏し、備前八幡山の一条は以後
お味方の一勢力と相なったよしをつぶさにそちからお伝え申し上げるがよかろうとのことだったので、彼は早速二条城へ登って信長に越し、秀吉の書を呈した上ありのまま報告した。何、一滴の血も流さず八幡山が手に入ったとか、用意いたした。信長の気越は非常なものだった。満州一円にとどまっていた自己の勢力が初めて備前へ踏み込んだ最初の一歩として大きな意義がある。見るからに痩せたの、大事に療養せい、と半兵衛の病をいたわることも忘れず、その功を称して彼には銀子20枚を薬料として与え、また秀吉の方へは、この度のこと並々ならぬ分別、異彩は面後に譲るが当座の喜びの印までに、と黄金100枚を送らせた。半兵衛は面目を施して洛外の宿へ下がった。そこは京都南禅寺の松院らしい一望だった。